シネマへようこそ、森川みどりです。今回は悪人、怒りなど映画化も多い吉田秀一さんの同名小説を、おじいちゃん死んじゃったっての森垣幸宏監督が映画化された愛に乱暴をご紹介します。先日森垣監督にお会いして、いろいろと映画がさらにさらに面白くなる撮影秘話を伺いましたので、そんなエピソードも交えながらお届けします。ではまずは予告編をご覧ください。いいでしょう。あ、よかったね。ゴミ捨て場の放火またあったみたいだよ。ああ。みーちゃん、みーちゃんどこ？守、あんまりお肉食べないでしょ。食べますけど。野良猫。一度彼女に会ってもらえないかな。全然笑えないんだけど。何やってんだよ。やめてください、私を変人扱いするのは。湧き立つ愛の衝動と暴走の果て。私ね、おかしいふりしてあげてるんだよ。愛に乱暴。なんとも不穏な空気の漂う予告編ですけれども、この主人公桃子が住むお家っていうのは、母屋、ここがお姑さんが住んでいます。そして離れがあって、そこにご主人と一緒に暮らしている。ところがどうやら生産性がないとかで、非常に不寛容な状況なんですね。しかもこの中で近くのゴミ捨て場で不審火が相次いだりとか、可愛がっていた猫ちゃんがいなくなったりとか、それが時々見ている SNS、 これが一体誰のものかわからない。なんとなく桃子の周りの環境がどんどんと崩れ始めます。しかも夫の守るこの人がとっても嫌なやつなんです。そんなお話の中で、この桃子役を江口のり子さんが演じてはるんですが、すごく細やかで、演技の一つ一つにも心の動きが全部こちらに伝わってくると、素晴らしさなんです。森垣監督に言わせると、この原作にはシリアスな部分とコミカルな部分があるんですが、この両極端が演じられるのは江口さんしかいないと、一択のキャストだったそうです。江口さん演じる桃子はすごく丁寧な暮らし、お家きれいにしたりとか、気に入った食器を集めたりとか、そういう主婦なんですけれども、とってもよくお家の中を動き回ります。例えばお姑さんからもらったお魚を持って入ってきて、キッチン行って、で冷蔵庫を開けて、こういう動きがあるんですが、これ全部どのシーンも全部動線を監督は計画を作って書かれたそうなんですね。ただこういうふうに動線を作って、その通りに動いてくださいって俳優さんにお願いすると、どうもそこが段取りっぽくなってしまう。ここが一つの大きなネックなんですが、江口のり子さんは違います。江口さんは舞台百戦錬磨の女優さんですので、もうそれは平気なんです。非常に自然に動ける、これ舞台女優の江口さんでないとできなかったシーンの数々です。一方、守役の小泉孝太郎さん、これはちょっと私びっくりしたんです。え、これ小泉孝太郎さんって思ったんですが、とっても嫌なやつなんですね。で、それを好感度の高い爽やかな小泉さんが演じる、このギャップを監督は望んだそうです。そこで小泉さんには前髪をずっと下ろして、結構自分に自信のない、人に必ず依存している、そういう男の人なんで、その自信のなさを隠すために表情をあまり見せない。だからもう目を前髪で隠す、それから抑揚のある動きとかセリフ回しは抑えて、今までとは全く違う小泉孝太郎さんが
この守を演じます。小泉孝太郎さん曰くこういう役を待ってました。監督から言わせるとこの役をやって好感度が上がるかというと、いや上がらないじゃないですか。でも本当によく受けてくださいました、感謝しかありませんとおっしゃっていました。さあそしてこのお家、いわゆる母屋があって離れがある、これお家ありきの設定だったそうです。セットで作ることもできるけれども、できればロケをしたい、綾瀬氏が全面協力しました。離れっていうのは平屋、母屋は2階建て、なおかつ離れの床下を掘ることができて、その中で江口さんは演技をします。しかも離れは最後には壊してしまいます。こういう家を見つけてくださいってスタッフに監督がおっしゃった時にみんな唖然としたそうです。そらそうですよね、そんなうち絶対ない、絶対ないと思っていた条件なんですけれども、スタッフの方が見つけてきはったんです。これ素晴らしいです。ですからこのお家全部あったまんま使っています。ただここにご夫婦が住んでらっしゃったんです。ですから撮影は離れだけにしてください、で離れだけで撮影しました。ところがやっぱり母屋でも吹雪純さん、お姑さんの様子を撮りたい、母屋には居住者の方がいらっしゃいます。ですから母屋で撮るときなんとかご協力いただけませんか。もうスタッフがみんなで持ち上げて持ち上げて、所有者の方もスタッフですよ、お願いします映画のためにって言って、そしたらもう好きなようにしてください言ってくださったそうです。そこで母屋の撮影をするときは、例えばちょっとお買い物に行ってもらったりとかしてこの撮影できたそうですが、それだけあって本当にリアルなんです。ただただ住んでらっしゃった方には申し訳ないぐらいご協力いただきました。これも森垣監督すごい感謝されていました。さあそうして実際にあるお家を使って作られた様子なんですが、それだけにリアルです。特に床下をほふく前進する江口のり子さんの汚れ方、これはもう作り物じゃありません。本当にほこりや土なんかで汚れています。これ以上のリアルはない、リアルオブリアルですって監督おっしゃってました。でね、拝見していてやっぱりその床下を掘る時のほこりとか湿気とかカビの匂いとかが伝わってくるんですよ。こういう匂いの感じられる映画にしたかったので、監督はデジタルでなくフィルムで撮りますってプロデューサーにおっしゃったそうです。ただ今の時代フィルムで撮るなんてものすごい贅沢です。 NG 出せません。そのたんびにお金かかります、予算がオーバーします。ですからプロデューサーからはもう絶対撮り直しはここまで、関数はこの関数でって決められた関数で撮らなきゃいけない、もしオーバーしたらそれは監督が自腹を切って払わなきゃいけない、そういう条件の下での撮影だったようです。ですからこれスタッフキャストプレッシャーすごいです。でもその代わりに一気に緊張感が高まります。でこの緊迫感が匂いとともに画面から出てくるんですね。ですから見えていない演出ができましたって監督おっしゃっていました。さあその緊迫感、不穏な空気、そしてリアルさ、こういうものがもうとてつもなく画面から伝わってくる。この映画の素晴らしさはここです。そして全部見ている私たちを巻き込んでいって、ご覧になる方の立場によっては吹雪純さんだったり江口のり子さんだったり、あるいは嫌なご主人の小泉孝太郎さんだったり、いろんな人に自分を置くことができる、そこにいろんな感情が入り混じる、そういった面白みのある愛に乱暴です。今回は愛に乱暴をご紹介しました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。